つながる心つながる力みんなで作る復興コンサート2025サポーテッドバイロジスティード音のコラムでございます皆様のご声援をいただきまして皆様のご声援のおかげで来年も開催が決まりました本当にありがとうございますこのコンサートの主役は東日本大震災被災地唯一のプロフェッショナルオーケストラ仙台フィルハーモニー管弦楽団です 震災の直後から、えー、自らが被災した立場でありながらアンサンブルを組んで、えー、宮城県内の本当にたくさんのところに慰問に出かけてこられました避難所や病院から始まってそして町、えー、の中のですねアトリウムだったり、えー、それから学校、えー、集合住宅、えー、復興住宅失礼しました復興住宅、えー もう至る所で仙台フィルの皆さん、えー、響かせてね暮らし音楽をあの心の復興に努めて来られていますそしてこれ今でも続いてるんです今でも3日に1回ぐらいのペースでどこかで宮城県内のどこかでこの復興コンサートは続いていますそんな仙台フィルの皆様にエールを送ろうというコンサートなわけです、えー、スケジュールをお伝えいたしましょう つつななががる心がる心力みんなで作る復興コンサート2025サポーテッドバイロジスティード開催日は2025年3月1日土曜日会場が午後の2時開演が午後の3時になります会場は東京エレクトロンホール宮城特別協賛にロジスティード株式会社さん演奏は仙台フィルハーモニー管弦楽団の皆さんそして指揮者 ゲストプログラムテーマこれ未定になっておりますみんなで作る復興コンサートのもう一つの大きなまあ目的というかですね、えー、特徴はこの辺をみんなで作っていこうというものです、えー、このコンサートのテーマ昨シーズンからあのーテーマをつけることにしましたそして演奏曲目指揮者ゲスト、えー、この辺こんな人に来てもらいたいこんな曲を演奏してもらいたい えそんなリクエストを皆様に頂い,いていてそれを、えー、仙台フィルの皆様と一緒にこう調整してですねコンサートを作っていきます、えー、公式ホームページみんなで作るドる .com というのがあるんですがこちらの応募フォームの方から入ってください本当に簡単に書き込みができます、えー、ハンドルネームを何か書いていただいてご意見をいただければ、えー、これ僕の方で毎日チェックをして、えー 仙台フィルの皆さんそして主催の、えー、スタッフみんなで検討させていただくというふうになっております是非ご参加くださいでですねあともう実際45週間ぐらいしかあのないんですよチケットの発売日までということで一番ブッキングに時間がかかるですねゲストと指揮者をまず募集しますということで、えー、先週からお願いをしてきましたおかげさまで いいただいておりますすで今日からご紹介していきますまず今週と来週ぐらいでゲストと指揮者をアイディアたくさんいただいてですね、えー、もうすでにあのスケジュールの確認に入ってる指揮者だったり、えー、っとゲストの方いらっしゃるんですけどアーティストの方いらっしゃるんですがまだ間に合いますんであのどんどん送ってくださいちなみに前回までに頂い,いたアイディアゲストは「 ここの人今のところ一番人今とろ番気ですね薬師丸ひろこさんあそして並んで人気なのが藤沢典正さんオーケストラアンサンブル金沢の楽団員の方をお呼びしたいそれからこれ先週追加になりましたリトグリですねリトルグリーンモンスターえー、ここいいですよね仙台フィルとコーラス60尊60尊なのかな今確か。指揮者がまだ1人も いません <laughs> これちょっと急いでくださいね皆さん考えてください時間あんまりないんでねはい、では今週いただいた、えー、アイディアご紹介していきますいろはさん今週もいただきましたありがとうございますゲスト提案です森山直太朗さん山崎育三郎さん生歌が聴きたいですお二人とも NHK の朝ドラエールに出演されていました エールの主人公関放映時は2020年コロナ禍の自粛生活の時でしたエールでのお二人の歌声は福島県東北そして全国の皆さんへのエールでした仙台フィルとの共演はただただ期待です薬師丸ひろ子さんにも清き一票を投じますということでねこの二人はねもう毎年必ずエントリーがあります直太郎さんと育三郎さん えー直太朗さんはね昨年一昨年ぐらいもう本当に各ツアーが忙しくてもう全然スケジュールありませんでした、えー、で育三郎さんも昨年はダメでしたけどまだ分かりませんね来年の3月1日の本番ができるのかどうかいいいいろはさんありがととうござまますす早速、あのー、当たたっってみたいと思ってみ思続いては五十郎さんこの方も先週に続いてエントリーしてくださいましたゲストはズバリ仙台のヒーロー渡辺謙さん メインプログラムは NHK 大河ドラマメドレー「独眼流政宗は必須」。渡辺謙さんには「シャルウィダンス」を歌ってもらおう。<laughs> おーすごい人が出てきちゃった。 ハリウッドスター兼渡辺でも結構渡辺さん、あの東京都内とかで、あの普通の格好して普通に歩いてるとこ目撃されてるんですよね。<laughs> すごくそういう意味ではフランクな人ね。仙台の街もきっと歩いてんだろうな。はい。渡辺健さんにシャルイィランスを歌ってもらいたいという五重楼さんです。ありがとうございます。眠りの森のしげるさん。えー、指揮者は思いつかないんですが、若手の方がいいですね。 ゲストは変わったところで言うとモーニング娘。の石田あゆみさんはいかがでしょうか。今のモー娘。はアイドルというよりはアーティストです。ソロボーカリストとしても十分いけると思います。しかも石田さんは仙台の出身 今年の12月にグループをご卒業ということで、来年の3月のスケジュールは空いているかと思います。知らんけどって書いてありますが、本当に責任だな、もう本当に。そうかいや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 、今石田亜佑美といえばモーニング娘なんですね。おじさんの世代だとね、街のあかりがっていうあの。 ブルーライト横浜の石田あゆみさんですが、えーえー、今石田あゆみといえばモーニング娘。の、えー、メンバーの人気メンバーの一人ですねでも確かに今 AKB とかあのなんとか48とか46もそうですけどあのモーニング娘。もう本当にこうアーティスティックな人増えましたよねそれぞれ皆さん大変個性的なアーティストが増えてきているのでそろそろあるかもしれないモー娘。の誰かに来てもらうえー、ちょっと期待しちゃうな いうア、えー、アイデアでした眠りの森の茂さんありがとうございます。ということでゲストは続々来ているのでまだ間に合いますんで来週に向かって皆さんどんどん応募フォームに帰ってください。で残念ながら指揮者がねエントリーないので、えーとまあ、ヒントといってはなんですが昨年こんな人の名前が出たというのを皆さんに見ていただきます。まあ、昨年は先ににテテーーママ決めままししししたた、えー、宇宙をテーマにしましたので、まあ、それも皆さん少し あの考えてててくくれて選んであのエントリーをししださいました昨年いただいたのは、えー、この8人、えー、原田圭太郎さん坂入健四郎さん大井武さんまあ結局最終的に大井さんになったんですけどねそれから同じく、あのー、吹奏楽の世界ではもう大活躍の藤野光一さんそして仙台フィルハーモニーとは深いご縁で結ばれている山田和樹さん そしてこのカンナリ大樹さんというのは現在の仙台フィルの副指揮者の方です。で、えー、仙台フィルの前常任指揮者全前,前常任指揮者かパスカル・ベロさんそして、えー、今も九州公共楽団の常任指揮者にもなってもう大忙しですけど仙台フィルにもポストをお持ちの太田源さんこの8人が去年は、えー、皆さんから推薦をいただきましてね。でえー、最終的に、まあ のやっぱり「スター・ウォーズ」っていうこともあるんですけども大井さんに決まったということです。さてじゃあ今までにご登場いただいた指揮者はどんな人がいたのかというのも皆様と一緒に確認してみたいと思います。 はい2012年の第1回目は川瀬健太郎さんんだったんですね、えー、その後ですね、えー、神奈川フィルそして今は名古屋フィル、えー、重責を担っておられる川瀬さんですが2012年にこのコンサート1回目にいらっしゃった時はまだ24歳でした、えー、確か24歳だったと思いますはい、えー、ブラームスの一番振ってくれたんですけどねで翌年も、えー、同世代で同,同じく広上 A さんの文生であります松井啓太さんでその後梅田俊明さん三橋恵子さん岩村力さん石川清太郎さん田中裕子さんあ大井武さんちょっと、ま、あの字が間違ってますごめんなさい大井武さんえー、文という字が抜けちゃってますごめんなさいマイストロ岩村力さん鈴木織江さんが2年続けて鈴木織江さんそして今年2024年が大井武さん だったわけです、えー、ということでこうして見ますとですね比較的若手中堅というとちょっと失礼な方もいらっしゃるかもしれませんけども本当に実力派の方そして一番大事なポイントはあのゲストの方がいろんなジャンルの方が来るので、えー、ポップスとも合わせが上手とかねあとその、えー、合唱ともうまくできる人っていうそういうなんかこう柔軟性は必要かなと、えー、いうふうに思います。ということで、えー、今。 ご紹介したですね昨年のののエントリーー方ににはもううちょっっととスケジュールの確認に入ろうと思ってます、まあね、昨年推薦したけど今年やだよっていう人いないと思うんでこの8人の方まあもちろん、えー、この8人の方はまずちょっと、えー、お調べしたいと思いますが誰かもし「いやこの人もいいよ」っていう人いたら、えー、エントリーをしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 はいということで、えー、まずゲストと指揮者を募集させていただいて、えー、とにかくあの空いてますスケジュールってでこのコンサートの趣旨、えー、ぜひご理解いただきたいというまあ言ってみればオファーをしたいと思いますのでゲストと指揮者をまず募集させていただきますみんなで作るドットコムの応募フォームまでエントリーをしてくださいよろしくお願いします。 はい、ということで、本日、音のコラムは以上でございます。来週、ゲストと指揮者で、うわーっと盛り上がるイメージでいますので、ぜひよろしくお願いします。開催まであと百二十三日後になりました。えー、あと四ヶ月ですね、えー。ぜひよろしくお願いいたします。みんなで作る復興コンサート二千二十五音のコラムをお送りいたしました。